私はちょっとあの明日中国大会があるんで今日本番戻りますけどね。おっす。明日までがしっかり合宿ですから。おっす。総裁が修行した地をね、皆さんこう行くことになるんですけど、それ今日私行ってきましたけど非常に危険なところです。ちょっと沢に降りていってね、そこでこう、しばらく歩いていくようなとこなんですけど、これもあの気を抜いていくとね、本当にピクニック気分でね、行くとこう怪我するしね。おっす、おっす。かといってそこでね、なんでこんなとこ行かなきゃいけないんだみたいな意識でこう行けば、またそれもマイナスにつながるし、何でも自分たちのためだから。おっす。しっかりやるようにしてください。おっす。今から55年前、昭和23年から24年にかけて、大山増達はおよそ1年6ヶ月に及ぶ山ごもり空手修行を成し遂げた。極真空手の構造と理念、その修行の真っ只中で生まれた。それゆえに清澄山の山ごもり修行の地は極真空手発祥の地と言えるのである。昭和23年当時、山仕事をしているさなか修行を行っていた大山に出会ったという穴沢邦子さんの協力によって、8年前山ごもり修行の跡地が発見された。あれでしょ、雨なんか当たんないもん、当たんないから岩が凍って。その山ごもり修行の地の目印となったのが東平岩である。なんで東平岩だかは私わかんない。昔の人が東平岩、東平岩って言うから東平岩にしているんですけどね。昭和23年の時に初めて山に入ったんですよね。初めて山に入った時に、清兵衛さんと一緒にね、20人ぐらいで来たんですよ。そういった下を見たら、北にかぼちゃの花が咲いてて小屋があったでしょう。あ、誰かいるっていうこと でそこにいたのが体格のいい、そのがっちりした色の白いね、ひげぼうぼうでさ、後で聞いたらそれが大山先生だったっていう。 2年もよくこの山の中にいたね。ねえ、本当にね、普通の人じゃいらんないよね、山奥だもん。そこは一歩間違えれば谷底へ一気に転落しかねない急傾斜の山の中だった。清澄山を知り尽くしている穴沢さんではあったが、56年ぶりにその地を訪れるとあって山の様子は大きく変わり、探し出すのに2時間以上を要することとなった。ここですか。小屋がね、穴沢さんがここだと言い切っても取材班の誰もがまだ半信半疑だったが、しかし、そう、穴沢さん、はい、これ作った場所じゃないですか。これこのほら四角で囲って石をほら、うん、石でね、石でほら、これ石でしょ、川の石を持ってきて、これでしょ、でかまどを作ってありましたよ。それでねそっちにかぼちゃやね、なんか植えてあった。バンザイ。石で作ったかまどの発見で不信は確信へと変わった。茶碗や瓶の発見により、それが半世紀前のものであることも後に検証され、ついに大山増達の修行の地が明らかになった。こんなら鍋に見えるけどね、バンザイだね。昔のこのあれはね、大山先生ってすごい先生だったのね。世界中に知れ渡ってるもんね、大山先生って。合宿2日目、夜のミート。